鳥の造形の戦士中国文化センターで戦士を習うナイジェリアの学生戦士は中国の伝統的な民間芸術の切り絵細工である。黄河流域を代表例として中国各地で作られており、地方により作風や題材、作り方、使われ方が異なるが、一般的には花や動物、日常風景や生活習慣、 物語などの図案を紙にハサミで切ったものが戦士と呼ばれる。これに対し、商刀で切り出される切り紙細工を特に国士と呼ぶが、こちらは職人が商品として発展させてきたものである。窓や天井、門、梁などの居住空間、かつては刺繍の図案としても使われていた。戦士の図案の中には様々な空意が込められており、 中国の伝統的な考え方や民族、文化を垣間見ることができ、中国の人々の生活に深く根付いている。かつては女性とりわけ農村の女性にとって花嫁修行の一つだったとの伝承もある。その起源は古く、南北朝時代には絹や金箔二色折々の模様を刻んで紙に飾る花火事の習慣があったことが南朝張りの軽素祭サイに見ることができる。 一方、紙の普及とともに紙を素材とする戦士も各地に広がっていった。新疆ウイグル自治区のアココツツミナボ群からは、昭和11年という交渉国時代の年号が記された戦士が発見されている。明、信代になるようやく庶民の生活の中に根を下ろし、民間戦士として農村の女性によって作られ発展してきた。 その理由として、戦士が刺繍の型紙の役割を持っていたということがある。刺繍の模様のことを花様という。この花様はさらに分かれ、棒花は、帽子の刺繍の型紙に、カブトハラ花は、子供の腹掛けの刺繍の型紙に、鎮騰花は、枕の両端に刺繍する型紙になる。選手が作られる代表的な土地は、中国の民間芸術の宝庫とも呼ばれる、潜水省。 甘縮省、山西省、山東省、河北省などの高河流域、安岐省、チャンス省、石膏省などの長江流域、遼寧省、吉林省、国立高省の東北地方、福建省、関東省などの河南地方、貴州省、雲南省の少数民族地域である。土地により、作風に特徴があり、大きく分けると北方は素朴な味わいを持つのに対し、 南方は繊細さがあるとされる。戦士の衣装には花、果物、野菜、鳥、動物をモチーフにするものはそれぞれ意味があり、様々な偶意に満ちている。ありがとうございます。